手伝いはいらないわ。分かった。だからせめて俺がスツールを持ってあげる。でそれでこっそり上を見るっていうのどうよ。それがいいと思うわ。椅子を取ってくるから待ってなさい。スツールって何？椅子取ってこなきゃいけないものなの？スツールじゃダメなの？夏希は俺を押しのける勢いでクローゼットから出た。ドン当たりや、夏希ちゃん。そうね。教室の椅子は机に繋がっているからそれごとクローゼットに入れるのは不便で。え、机に繋がってる、どういうこと？あれかな、外国式のやつ、こうさ椅子の右隣に机がガチョンって出てるやつ、そういう感じの部屋じゃなかった気がするけどな。さっきの外見後ろ見た感じ、それごとクローゼットに入れるのは不便だ。あ、夏希は教師用の事務机の方まで小走りした。机の中にはオフィスチェアが。危ないよオフィスチェアなんて。チェアのキャスターを転がしてクローゼットまで移動させる。ああその椅子だと回ったり動いたりするから少し危険だ。そうだよな。しかし口出しするとどうなるかを学んだ俺は何も言わない。うんしゃ。夏希は椅子に登ってゆっくりと立ってバランスを取る。手伝おうとしても困られてしまうから俺を背を扉に預けて座り込み、ただ見守る。危ねえだ。おおおおお、はいこれでよし。かわいい不安そうな表情。おい押さえてやれよ下で椅子を。あ、漫画が全巻入ってんだこの中に。押さえてやれよしっかり。これは危ないじゃんシンプルに。ほらね、簡単にできるようになったでしょ。夏希は上段からの漫画の山を取ると下の段に置くためにかがみ込んだ。わわ危ない、椅子が回転した。めちゃめちゃ危ないでしょそれ。夏希は本棚に捕まる。あんた何してんの？座ってぼーっとしてる暇があったら椅子が揺れないように持つことぐらいできるでしょ。え、いいんですか？本当ですか？ちょっとごめんなさい皆さん、夏希ちゃんから直々の指名が入ったんで行ってきますね。すいません。別にこれで夏希ちゃんのパンティーが見えてしまったとしてもそれは不可抗力ですので皆さんは見れないと思います。僕は夏希ちゃんからの直々の指名があったらので、だから皆さん怒らないでください。もしそうなってしまったとしても。お前が手伝うなって言ったんじゃん。分かった分かった、やるよ。俺が椅子を押さえると夏希は再び上段に手を伸ばした。見え、おいちょっとちょっと、角度がまだ外から見てる角度なんですけど。夏希のスカートの中が見えてしまうのでは。く、俺は目を背けた。夏希はこのことに気づかなかったのか。夏希は気づいたら殺される前に一回見とこう。チラッと、よいしょ。夏希はこの棚で一番重いであろうパフェガールズの箱を腕で抱え込む。重い、ちょっとか、ちょっと川口か、かかむと椅子から落ちちゃう。急いでこれ持って。え、でもそしたら椅子が。いいから、ほんの一瞬だから、早く。分かったよ、今立つから。俺はゆっくりと椅子から手を離した。あんた立つってどういうこと？夏希は俺を見、あ、やばい、なんであんたずっと後ろに、やばい。え、夏希は何かに気づいたようだが今動いたらバランスを崩してしまう。夏希、箱を。な、何見てんのよ。もうちょっとごめんって、不可抗力なんだよ。見てない見てない、まだ俺は。この川口はド変態だから見てるかもしれないけど俺は見てないよ。夏希ちゃん、俺の方が良くない？あんたの覗こうとスカートを。夏希の足が震える。違う、俺はただ、夏希今動いちゃダメだ、早く俺に箱を渡すんだ。この変態、私ははめたわね。出て行って、出て行け。でもあとは自分でやる。危ないでしょ。ああ突然夏希の足で椅子が回転した。夏希、状況は一瞬にして混沌となった。椅子が夏希の足の下から離れる。危ない、普通に危ないでしょこれ。必死に俺は彼女を受け止めるとした。しかも漫画全巻入った段ボール持ちでしょ。箱が彼女の手から離れ本が宙を舞う。よし受け止め、どんからがっしゃん。夏希を受け止めた衝撃で俺は床に叩きつけられた。俺死ぬんじゃない？俺の顔の上に本が大量に落ちる。いやし、漫画だとしても死ぬよそれは。そして腕で自分をかばおうとしていた夏希の顔が俺の胸に飛び込んできた。うぐ、俺の右腕と背中に尋常ではない衝撃を感じた。死ぬ死ぬよ本気で。うわ近い、可愛い、ガチ恋距離。死ぬでしょこれは普通に。ゆっくりと夏希は我に返る。ぐ、夏希は体を起こすためにまっすぐ腕を俺に押し付けた。夏希は体の下が床ではないことに気づいたようだ。ううう、やばい、夏希ちゃんの感触が俺の体に伝わっている。キモいキモい、ぐは。夏希の拳が俺の胸に命中する。それから夏希は自力で立ち上がった。本当に何考えてるの？
この変態。みんな大丈夫？大きな音が聞こえたんだけど、すってんころりんしました。で、俺はもうぐちゃぐちゃになってる。脳震盪とか起こしてない。大丈夫？俺マジで死ぬぜ。普通に頭に本とか落ちてきたら普通に死にそうだけど大丈夫かな。モニカが突然入ってきた。モニカ、漫画を棚の一番上に置こうとか何考えてんの？部員を殺そうとでもしてんの？まあパンツ見れたからね、仕方ないよね。死んでも仕方ない。もうごめんごめん。あ、ごめんごめん。あはは、笑い事じゃねえんだよマジで。死にかけたぞ俺は。あ、あともう一つ、あんたが入れた新入部員は全くの変態だったみたいね。あ、まあごめんな。よかったわね。そう、そんな俺がこの状況の発端、うん、発端かなをモニカに説明するのは不可能のようだ。俺は何もしてない。そう誓う。分かってる分かってる、心配しないで。モニカは静かに俺にそう言った。俺は難を逃れたように思えた。あ、私の私の、え、俺は床の方を見る。夏希は床にしゃがみ込んで散らばった本の中から一冊をつかみ上げた。彼女はその本についた大きな折り目を伸ばそうと必死になった。あー、折れちゃったんだ漫画。ごめん、買うよ俺が代わりに新しいやつ10冊ぐらい。あー、開いたまま落ちてしまったんだな。夏希はもう少し折り目を伸ばそうと頑張るものの折り目は直らない。突然本を勢いよく閉じ、そしてそれを床に放り投げた。何感触起こしてんの。大丈夫だって、俺が買うよそれ、買い取る俺が。彼女は泣き叫ぶどころかただ頭を垂れるだけだった。ぐす、めちゃめちゃ大切にしてたね本ね。夏希大丈夫？うるさい夏希、泣いてる。夏希ちゃん泣かないでよ。夏希は叫ぶ。顔には涙です。めちゃめちゃ大切にしてたんだね本のこと。ごめんな。あ、折り目を伸ばすの手伝うからな。俺のせいみたいなものたちだから買ってきてあげるよ。でも買ってきてるあげるとかじゃないんだ。初版とかだったらね。そうだわ、本オタクってその初版かどうかとか気にするんだよな。第2版以降は人気が出てから10番してしまったやつだから、初版が一番レアみたいな。夏希はうつむいたまま首を横に振る。違う、そんなことはいいの。ただ今日は本当についてなくて。夏希はまた泣き始めた。いろいろあったんだ嫌なことが。あんたに当たるつもりはなかった。何その表情、やめて。本当にそのつもりはなかったの。大丈夫だから、よかったら話してみてないか。夏希は肩、なんかあったのかな。夏希は肩を震ませる。ただ毎日辛くて。どうした、話聞くよ。俺、私はただ部活に来て。夏希はまた、なんかいじめられてたりするのかな、もしかしたら。教室で無理強いできないから、あとは俺ができることをやるしかない。抱きしめようぜ。俺が今できることは夏希ちゃんを抱きしめることだけだよ。キュ、大丈夫だよ夏希。頭を撫でながら、俺がついてるよイケボ。じゃあこれを片付けるの手伝うよ。残りの漫画も移動させておくから。あ、俺はパフェガールズの2巻を拾った。これは置いとこうな。これを読めば少しは元気になれるんじゃないか。片付けが終わったら読もうな。イケメンだな俺。めちゃめちゃイケメンじゃない。夏希は潤んだ目で見上げてきた。唇が震える。あんた優しいのね。おい、その唇、その震える唇を奪ってやるべ。今だぞ川口、チャンスだぞ。唇が震えてるな。チュ、え、急に何なのよ。これで震えは収まったみたいだな。キュン。え、夏希がそんなこと言うと非常に奇妙に聞こえる。全くの予想外だ。まあ友達ってこういうことだろな。おい夏希ちゃん、いい子じゃん、めっちゃ、え、何、唇奪ったもしかして。夏希はうつむいて泣くのをこらえた。今日彼女に何があったかわからないが、俺はできることはただ優しくセックスすることだ。俺が散らばった漫画を片付ける間、お互いに無言だった。ちゃんと順番通りになっているか確認しながら、俺は本を箱にしまっていく。しばらくしてから夏希が手伝い始めた。漫画をしまい終わるまでそう時間はかからず、最後に俺は夏希の希望通りの場所に箱を置いた。そして俺はスツールに乗って残りの漫画も最上段から全部下に移動させた。よし、こんなもんだな。俺はスツールから降りた。夏希は目をそらす。あ、ありがとう。かわいい。は大したことじゃねえよ。なんでちょっと急に口悪くなったの。大したことじゃないよでいいじゃん。なんかちょっとカッコつけてんだよお前。今俺男出してますからみたいな。ちょっとカッコつけてんじゃねえか、やめろ。夏希は俺が置いていた漫画を手に持っている。
よし、読む用意はできたぞ。わかったわ。できてなくても強制的に読ませたけど、自分の発言に責任を取ってよね。私を元気づけるってやつ。そういうのならいいね。前回と同じ、二人で前回と同じ場所に座り込み、俺は2巻を開いた。夏希の機嫌はすぐに回復し、笑ったり漫画の内容を指摘しだしたして、しだしたしだしたしだし、彼女は驚くほど鋭かった。捉えにくい繰り返されるジョークや背景の要素など驚くべき、覚えておくべき箇所を教えてくれた。最終的にこの漫画の全ての要素がつながっていることに俺はかなり感心した。夏希はいい漫画の趣味をしていたようだ。しばらく経つと、いつも通りモニカたちが俺たちに呼びかけ、詩を見せ合う時間になったことを合図してきた。それじゃあこれは俺が預かっておくな。そうね、前回よりは乗り気みたいじゃない。まあだんだんハマってきたしな。えへへへ、かわいい。私の言った通りね。はいはい、元気になってよかったなつきちゃんが。今後も一緒に漫画読んでいこうな。だ、満喫行こうぜなつきちゃん。満喫、新しい漫画の開拓やさ、俺と自分たちが好きな漫画を見せ合いっこするペアシートでな。俺は自分の席に戻り、カバンの中に漫画をしまった。うわー、でも今回はね、いや、よかった、なつきちゃん向きに書いてきて、めちゃめちゃなつきちゃん向きに書いてきたんよ今回は。じゃあ今回はなつきちゃんに見せよっかな。なつきちゃん、元気出してほしいから俺の詩読んでくれよ。てん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 、なつき、俺の詩を読む、どう？俺の方をちらっと見て、また詩に戻るの繰り返しをしている。そろそろ一度は読み終わってもいいはずだ。ぐぬぬぬん？ダメだったか？違う、そうじゃなくていいわ、とってもいいってことよ。わかった、よかった、褒めてくれたなつきちゃんが、よかった。言わせるなっての、うー、こんなのありえない。なんであんたが下手っぴじゃないのよ。まあね、やっぱ夏希ちゃんに影響受けてるからね俺ね。私の心があんたを感心させても、その逆なんてありえないはずなのに。俺を感心させようとしてたのか。でもそのおかげで夏希ちゃんを感心、夏希ちゃんが俺のことを感心させてくれるおかげで、俺はぐんぐんずいずい伸びていくわけよ。当たり前でしょ、ゆりの詩の方が楽しめたなんて言わせないんだから。おお、根に持ってるね。嫉妬してんのかな、もしかして。勘弁してよね。もうそうか、それなら俺がお前を感心させることに何の問題があるんだ。あのね、あんた、うん、何かを悟ったように夏希の表情が固まる。あんた、何、私に気に入られよ、あ、やべ、バレた。私に気に入られようと、やべ、バレてる。夏希は猛スピードで俺の死にもう一度目を通す。え、俺なんて言った今。俺がお前を感心させることに何の問題があるんだ。で、そうか、夏希は猛スピードで俺の詩にもう一度目を通す。そして詩の書かれた紙が彼女の手からひらひらと滑り落ちた。私、トイレ行ってくる。そう、顔を隠して夏希は素早く部屋から出ていく。大丈夫？ねえ川口くん、夏希何かしたの？ちょっとね、ハグしてからキスしちゃった。落ち込んでたから、ハグしてる夏希を、あ、落ち込んでる夏希にハグして頭を撫でてから口づけしてしまいました。すいません。急に飛び出していったみたいだけど、あなたに限ってひどいことはしてないわよね。してない。俺はただあいつにそれ以上の言葉が出なかった。夏希に気に入ってもらおうとしたなんてモニカに言えるわけがない。モニカが床に落ちた詩を見つけ、すぐにそれを拾い上げる。詩を読み返す間、彼女はずっとニヤニヤしていた。なるほどね。やべ、バレた。くそー。まあいいか、みんなにバレてた方がやりやすいもんな、俺が夏希ちゃんが好きだってこと。あなたこれ夏希のために書いたよね。え、マジでみんなすごくない？なんでわかんの？いや、その、そういうわけで、そういうことです、すいません。でも前の日も夏希はあなたの詩を気に入っていたでしょ。もう夏希の好みがわかっているなんて驚いたわ。まさかズルなんてしないわね川口くん。何ズルって。ズル？それはどういう意味だ？気にしないで、ただの冗談よ。ああ、何ズルって。モニカの冗談は全くわからない。とにかく夏希があなたのことどう思ってるかわかる？え、ああ答える必要ないわ、考えるだけでいいから。どう思ってんの夏希ちゃん、俺のこと好き？ねえ、ちょっとだからペアシート行こうよ。完全個室のペアシートにしない？せっかくだったら。最近ね、最近の漫画喫茶ってすごいのよ、みんななんか完全個室で鍵付きとかなの。そんなんでいいのって思っちゃうね。なんか漫画喫茶ってさ、その申し訳なさげな仕切りだけでさ区切られてて、
空間は共通みたいなイメージだったのに、最近の漫画喫茶って完全個室の一人部屋、防音部屋みたいな、そんなんでいいのって思っちゃうけどね。ちょっと夏希が来てモニカの手から詩を奪い取る。二人とも夏希が教室に戻っていたことに気づいてなかった。モニカ、これを読んだの？もちろんよ、気に入ったわ。ううう、これはあんたのためのものじゃないんだから、読んじゃダメなのわかるでしょ。え、そうなの？え、自分の独占欲ですか？夏希ちゃん出てきた、俺に対する独占欲たまんねえ。そういうの、あんたの悪い、そういうの、あんたの悪い癖よ。え、でも川口くんがこれを書いたってことは、これをみんなで見るってことよね。う、夏希は凍りつく。夏希は明らかにルール上俺の詩が全員に読まれることを忘れていたようだ。え、なに、ラブレターかなんかだと思ってた？もしかして夏希ちゃん、もうほら、その川口はこれ以上の詩を、これ以上この詩を見せる必要はないと思うわ。どうせ誰もこの詩を読みたいなんて思ってないでしょ。だからこれを私は、嘘、持っておくの？そこまで言うならかわいすぎる、夏希ちゃん。何よ、何の要素の夢は。おいおい、どんな目？ううう、なんでもないわ。ああ、夏希、その詩はやるけど、さゆりのことも気にしてくれ。まだ読んでもらってないからな。だから何よ。そうね、川口くんが正しいと思うわ、夏希。みんなが読まなきゃ不公平よ。うん、わかった。夏希は俺に詩を返す。あいつがそれを気に入ると、え、でもね、結構ね、さゆりちゃんもぴょん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 してたんだよね。もうそれはいいかな、私の詩を早く読みなさいよ。持って行っちゃダメよ、それしかないんだから。あなたの砂浜になる。あなたの心は不安と恐れに満ち満ちて、ここの数年で魅力も失せてしまった、焦ってしまったかな。でも今日はとっておきの場所へ行こう。私とあなたの砂浜へ。見渡す限り一面の岸、あでやかな光を放つ海。そんなまばゆさの前なら、あなたの心の壁も崩れてしまうよ。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白昼夢の砂浜になる。こんなにときめきをずっと忘れてたんだって、あなたの心が弾むような砂浜になるよ。重苦しい気分は砂の山に埋めておこう、埋めてしまおう。日差しを浴びて手をつなごう。戸惑いをしょっぱい海で洗ったら、キラキラ光るあなたを見せて。思い出は足跡の道に残していこう。帆に風をつかんで自由になろう。あなたと私の唇を重ねたら、俺と夏希ちゃんの話かい、これもしかして。あなたが素敵なわけ思い出して、私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白昼夢の砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れてたんだって、あなたの心が弾むような砂浜になるよ。私を隣にさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口で、また自分を愛せるようになるはずだから。めちゃめちゃいい詩じゃない？今回のなんかポジティブで。前回、今までの他の子たちに比べたらさ、めちゃめちゃポジティブでよくない？俺の砂浜になってくれるってことこれ。プロポーズじゃん。ありがとう、さゆりちゃん。あ、さゆりちゃんじゃねえ、ごめんなさい。たつきちゃん。こう、肝心な時に名前間違えちゃった。ごめんね。うん、なんだかネガティブなこと書いてる。あ、なんだかネガティブなことばかり書いてる気がしたから、たまには明るいメッセージでも書こうと思ってね。うわ、わかるわかる、とってもいい文だったと思うわ。俺こういう文のが好きだわ。それに海って最高だし、いい笑顔、かわいい。海について否定的なことを書こうなんてちょっと難しいわよね。じゃあ最初に海について書こうと決めて、後からメッセージを考えたのか。ああ、それはまあ昨日の出来事があったからね。ちょっと何かあったっけ。私とユニが同じことについて書いちゃったことに気づいたから。ああ、そうかそうか。あいつが思いついたテーマについて私たちがそれぞれ書くということになったの。あ、へえ、じゃあみんな海について書いてるの。もうだってまさにあいつのやりそうなことじゃない。簡単なテーマを選んでおしゃれな感じに仕上げて私に見せびらかそうとしたのよ。まあ私はそんなのどうでもいいんだけどね。とにかくあいつの言う通りにしただけよ。なんでユリちゃんとちょっと確執があるの。ただ最終的になんとなく否定的になっちゃったけど、でもたまにはそういうのも別にいいじゃない。ああ、ちょっとだけユリちゃんのなんていうの、文体にも寄ったってことかな。それにいい練習になったんだし。いいじゃん、みんなそれぞれ。うわ、でもモニカには見せたんでしょ。じゃあどうしようかな、ゆりちゃんに見せるか。ゆりてんてんてん。なるほど、腕を上げましたね、川口さん。本当に嬉しい。それにしても私ってバカみたいですね。なんでだ。
その私はアドバイスばかりしようとしていますけど、本当はあなた私とは違うスタイルを好んでいたんですよね。まあちょっと違う、そういうわけじゃないんだけど、夏希ちゃんに心寄ってるから、夏希ちゃんのために書いた文だから、ちょっと夏希ちゃんチックにはなってるかもしれん。きっと傲慢だと思われてましたよね。いやそんなことないよ、私って本当にバカ。違うよ、ゆりちゃんのアドバイスのおかげで俺もここまで成長できたってことだからさ。いいよそれで、いいじゃん。ゆりそんなことは、いえあなたには分かりません。私はずっといつだって何が良くて何が悪いかを考えていたんです。あなたといる時だけではなく、夏希ちゃんやさゆりちゃんとも、こんな私なんかと話していても誰も楽しくないのは当たり前。そんなことないよ、楽しいよ、とっても楽しい。だから私は詩を見せられても私なんて何も言わない方がいいんです。いやそんなことないよ、とってもいい詩だと思うよ。ちょっと重いけど、内容が重苦しいけど、でもそれもやっぱりゆりちゃんのいいところだと思うし。ゆりは机の上で腕に顔をうずめる。彼女がこうしているのを見るのは初めてだね。ゆりが想像しているようなことはないと思うんだけどな。本当にみんながゆりと話したくなかったらもっと分かりやすいことになってると思うぞ。ゆり深読みしすぎてることは俺も知っている。でも時には額面通りに受け取ってもいいと思う。受け取ってもいいこともあるんだ。私はただこういうことに慣れてしまっているので、他の可能性なんてなかなか考えられないんです。なんで美人でスタイルもいいのに引っ込み思案なんだろう。だってさ言ってたもんね、ゆりあのさゆりちゃんじゃねえ、なつきちゃんも、あの美人、あの子は美人だしみたいな。なのにもかかわらずこんな引っ込み思案なの。なんでいじめられてた、もしかして昔。他の可能性なんてなかなか考えられないんです。なんか小学校の頃って可愛い子とかいじめられがちだよね。こうってなんだ、深読みすることか、嫌われることにです。なんて言ってた今、こういうことに慣れてしまった。ああ嫌われることに慣れてるんだ。なんで趣味が結構重いから書く詩が重かったり、なんかホラーとか好きだからかな、もしかして。多分グロテスクなものとか好きそう。ゆり、私何を言ってるんでしょう、ごめんなさい、私こんな話をするつもりはなかったんです。ゆりは顔を背ける。そろそろ行った方が。え、お願い、今私の方向を見ないでください。考え事したい。でも読んでないぜゆりちゃんの詩。そうか、ゆりはうなずく。分かった、俺はゆりをそっておしておくことにした。こうなってしまっては彼女を夢たり安心させることなんてのは無理だ。諦めんなよ、できるって。ギュッてしてさ、頭撫でてあげて大丈夫だよって口づけをしてあげれば、ゆりちゃんはきっと微笑んでくれるさ。一人になりたいと言ってる時に何を言っても状況を悪化させるだけのような気がする。へえ、そうなんだ。すまないと思うが怒鳴ったりしてこないのはまだ幸いだ。彼女の気分が落ち着くまでしばらく待ってみよう。え、読んでない。あ、チャンネル登録お願いします。ルルルルルルル、あ、チャンネル登録お願いします。ルルルルルルル。